こんにちは、褒めまくりです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？さて、今日は日本ととある国の貿易について考えてみたいと思います。題して、皆さん知ってましたか？日本ととある国が関係悪化にもかかわらず、日本の企業は貿易しまくっています、です。それでは、早速行ってみましょう。今日ですね、テレビ東京のニュースを見ていたんです。とある国の半導体産業にとって、脱日本は遠い道のりだという内容でした。日本がとある国に対して輸出管理を強化して、1年以上が経過したわけです。それに対して、とある国が危機感を覚え、とある国が国産化に取り組んだわけです。しかし、日本に勝つと叫んだものの、日本からの先端装備輸入が 78% 増加で急増したというニュースでした。とある国の政府は、日本によってもたらされた危機は克服したと主張してきました。そして、素材、部品、装備において、世界の工場を目指すと主張してきました。しかし、実態は、半導体製造装置は、日本からの輸入が 78% 増加で急増しました。輸出管理強化の対象になった3品目について見てみると、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの3品目があるわけですが、フッ化水素は、とある国の企業が国産化を成功したこともあり、日本のシェアが低下しましたが、他の2品目については、日本に大部分を依存しているということです。とある国の専門家は、品質に敏感な半導体の製造工程において、日本からの脱却をすることは難しいと述べています。そして、日本との関係を維持すべきだと主張しています。とまあ、こんなニュースだったわけです。皆さん、どう思いますか？どう感じますか？褒めまくりは、このニュースに非常に危機感を覚えました。皆さんは、やっぱり、とある国は日本から離れることができないなとまさか喜んでいませんよね。褒めまくりは大きく2つの危機感を覚えました。1つは、マスコミは日本国民にこの事実を知られると日本国民が怒るので、知られないようにどんどん半導体関連を輸出しまくっていたということです。当然、あれほど募集項において亀裂が生じたにもかかわらず、金儲けのために日本企業は売りまくっていたわけです。日本政府は日本国民向けにとある国には厳しい態度で臨むと口では厳しいことを言いながら、日本企業に何も言っていなかったということですよね。やめろとも控えろとも警告も何もしてこなかったから、こういう事態になっているとも言えると思います。マスコミは日本経済界がスポンサーなので、経済界が非難されるような報道は一切しません。強く強く忖度しまくります。竹島が占領され、売春婦問題、募集校問題で日本のことを世界中に悪口を言う宣伝活動をしているにもかかわらず、日本政府は裏ではとある国と貿易をしまくっているわけです。金儲けしているわけです。ふざけるなと言いたいですね。そしてもう一つ。この報道では、とある国は日本依存から脱却できないと、あたかも日本にとっていいことだみたいな感じで報道していますが、本当にそうでしょうか？とある国も猿ではありません。人間です。バカも多いですが、頭のいい連中もいます。3品目中、1品目は国産化に成功したと言ってましたよね。本当かどうかは褒めまくりにはよくわかりませんが、報道が事実なら、1品目については、日本の商機を今後、世界に対しても奪われる可能性を秘めているということです。とある国もバカではありません。今、時間稼ぎをしていると考えられませんか？募集校の現金化を何年も10年も20年も遅らせて、その間にとある国が国産化に成功するものが、フッ化水素だけではなく、他の製品も成功する可能性がないと言えますか？とある国は日本のモノマネをするのが大得意です。時間があればあるほどモノマネが成功するでしょう。そんな国と人材交流も貿易関係も濃密関係を続けていて本当にいいのでしょうか？何度も言いますが、とある国は明確な日本の敵です。日本に対して侵略行為をやっている国です。竹島を奪われました。日本政府自由移民党経団連はとある国を豊かにすることしか考えていないみたいです。とある国と貿易関係を断絶し、人的交流も断絶する気がないみたいです。国交断絶する気がゼロです。竹島奪還する気もゼロでしょう。募集校の現金化問題、とある国のペースに巻き込まれています。とある国が10年かかるといえば差し押さえられているものを10年待つつもりなのでしょうか？20年かかるといえば20年待つつもりなのでしょうか？日本政府はまさに天才ですよね。褒めまくりには理解できませんね。日本政府は期日を設定していつまでに差し押さえられているものを返還しなければ国交断絶するとはっきり言うべきじゃないですか？今現金化されていないだけで現実は差し押さえられているのですから、日本企業の資産を奪われているのと同然でしょう。奪われているのは一緒でしょう。対抗処置として、とある国の資産を差し押さえるべきじゃないですか？なぜ、日本政府は何もしないのでしょうか？やれることはたくさんありますよね。でも、日本政府は何もしません。とある国が大好きだからです。最低限、とある国が日本企業の資産を差し押さえてるんですから、日本政府もとある国の資産を差し押さえるべきでしょう。それすらしません。ただ、わけのわからない日本国民向けのアピールとして、輸出管理強化3品目と言っているだけです。現実はどうですか？輸出が急増しているって笑えませんか？内訳はわかりませんが、78% 増加だそうです。笑うのを必死で我慢してますよ。褒めまくりは呆れ返っています。自由移民党は竹島奪還する気なんか一切ありません。とある国との関係を断絶する気なんか一切ありません。今後も愛するとある国と濃密関係を維持したいと思っているはずです。日本国民が早く募集校への怒りが消え去って嵐が過ぎればいいと思っていると思いますよ。どこが保守政党なのでしょうか？褒めまくりからすれば日本の敵国に協力している売国組織にしか見えませんね。皆さんはどう思いますか？どう感じますか？とある国は誰が大統領になろうが、どの政党が与党になろうが、反日の遺伝子を持ち、反日の教育をやっている国家です。時間が解決するようなものではありません。時間が経過すればするほど日本は不利です。半導体もそうですし、他の産業、農業、いろいろな日本の技術も盗まれていくでしょう。怒りがこみ上げてきた話題でした。日本政府は、とある国への半導体産業・素材関連に貢献するつもりなのでしょうか？過去に半導体産業もそうですし、自動車産業、電気産業、液晶パネル、農業、いろいろと日本政府はとある国に献上してきました。おかげで日本の産業は衰退しましたよね。同じ過ちを繰り返しそうですね。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。